VHD, VHD, ビデオハイデンシティディスク VHD は、1980年代に日本ビクター、現、JVC ケンウッドが開発したビデオディスク企画である。日本ビクターが自社のレコード事業の延長として、1974年からビデオディスク開発の研究所を発足させ、1978年9月に発表。 映像の水平解像度は240本程度と、VHS やベータと同程度だが、相反する解像度と S、N 比のバランスが良く、高画質で、両面最大2時間の収録が可能。記録方式はカブ、色信号定域変換方式採用、ディスクの回転数は 900rpm、ディスクの直径は 26cm。音声は、アナログ FM オーディオが基本で、 あとにデジタルオーディオ企画もオプションで追加された。溝なし静電容量方式で接触式のセンサーを用いてディスク表面の信号を読み出す。信号記録面がアナログレコード同様露出している。構造上、傷やコリ対策のためのキャディ、ジャケットディスクが封入され直接触れることはできない。再生するときはディスクを キャディごとプレイヤー本体に差し込むと中のディスクだけがロードされキャディは排出される。取り出し時にはキャディを差し込むとディスクがキャディ内に戻される。キャディの裏面には再度確認窓があり白線が見えれば B 面、見えなければ A 面である。片面ディスクで B 面を上にして入れると回転せずに即座に取り出しモードになる。ディスクはキャディに収納されているため レーザーディスクや DVD などで生ずる傷、指紋、埃にわずらわされることもなく取り扱いは勘弁だった。ディスクの生産についても一回のプレスで両面が出来上がり、レーザーディスクのような貼り合わせが不要で製造コストが安いとされていた。ディスクとセンサーが接触し信号を拾っている関係上摩耗は生じるが1時間以上にわたる。 静止画再生等を通常考えられない方法を取らない限り一般家庭での視聴環境ではほぼ無視できるレベル出るとされた。日本ビクターは業務用に使われているカラオケでも1000回の再生2年は大丈夫なので実用上の問題はないとした。ただしカラオケでは同じリスクをかなりの回数再生する都合上稀に摩耗による障害が生じた。さらに VHDPC、インターアクションとして、パソコンのデータディスクとして使用した場合は、無視できない問題となった。同じ接触式の針を用いたビデオディスクとして、ドイツのテルデックデッカテレフン券ンが開発した、テット、アメリカの RCA が開発した、セット、商品名は、セレクタビジョン、松下電気産業が開発したビスク、未発売もある。これらは、レコード同様に溝があり、 VHD との互換性はない。なお、LD 同様、ソフトのレンタルは全面禁止だった。当時はビデオがある、程度普及し、次は絵の出るレコードとして、ビデオディスクが待望されていた。その中にあって、VHD はアナログレコードの生産設備を利用できる点からも、普及が有力視されたが、DVD 以前は、 他の企画も含めて VHS の画像を崩すほどの商品が登場しなかった。VHD はビデオディスクの日本市場でレーザーディスク、LD との企画争いが行われた。VHD のファミリー作りは当初は難航した。1978年9月の VHD の発表時、日本ビクターの当時の親会社の松下電気産業、現、 パナソニックは1977年11月に発表していた自社方式のビデオディスビスックの開発を進めていたが、1980年1月になって松下電機はビスック方式を放棄することと VHD 方式を採用することを発表。松下グループでのビデオディスクの統一が行われた。ついで同年9月には東京芝浦電機、現、 東芝を VHDGA に引き込む。これをきっかけに、採用電気、シャープ、三菱電機、赤い電機、オーディオテクニカ、三水電機、ゼネラル、弦、富士通ゼネラル、トリオ、弦、JVC 弦ウッド、日本楽器製造、弦、ヤマハ、日本電機、ホームエレクトロニクスの日本の11社、日本国外のメーカーは、アメリカのゼネラルエレクトリック、GE、 イギリスのが参入した。当初は、パイオニア、ホーム AV 事業部、現、オンキヨアンドパイオニア一社のみの LD 陣営に、対し、VHD 陣営は13社と陣容は、圧倒的で、日の丸企画とも言われ、マスコミは、VHD 陣営の圧勝を予想した。ただし、VHD 陣営は数こそ多かったものの、名乗りを挙げてはみたが、OEM 供給で発売しただけで、 自社での開発や生産の計画がないメーカーも多かったと言われる。後に、VHD 規格の賛同会社には、アイワ、ゲン、ソニーマーケティング、クラリオンも加わった。通産省、ン、経済産業省は VHS 方式と、ベータ方式のビデオ戦争時と同じく、ビデオディスクについても、規格統一を働きかけたが、LD 方式を推進したパイオニアは、LD 方式が優れており、 技術発展のために安易な企画統一はせず、市場で決着をつけるべきだとして、これを拒み、一社のみで LD の発売に踏み切った。当初は、どちらの陣営にも参加しなかった、主なメーカーとしては、ベータ方式のビデオテープレコーダーを用して、日本ビクターとライバル関係にあり、1981年から、業務用 LD ディスクを生産していたに、アメリカで RCA 社に、 セット方式のビデオディスクプレイヤーを OEM 供給してアーケードゲームの LD ゲームで業務用で LD に参入していた日立製作所当時日立グループで電音源デノンブランドを用していた日本コロンビアオーディオ事業部現 D&M ホールディングス工学式ビデオディスクシステムを開発したフリップス参加だった日本マランツ源 D&M ホールディングス、オーディオ機器、メーカーティアックなどがあり、いずれも、その後、LD 陣営に参入した。VHD 方式は、プレイヤー生産の目処は立ったものの、ディスク生産の技術開発は予想以上に難航し、技術的問題の解決に3年を要した。そのため、発売は当初予定の1981年4月から、大幅にずれ込み、 1982年4月には無期限の延期が発表され、実際の発売開始は1983年4月となった。そして同年5月までに日本ビクターを含む VHD ファミリー5社から自社ブランドで製品が発売された。製品の発売まで大幅に時間がかかったことで世界的な勝機を逃してしまい、日本国外でゼネラルエレクトリック、ソーニー MI、 日本ビクター、松下電機産業の4社が行っていた VHD ソフトウェア、VHD ハードウェア供給合弁企業は本格始動前に空中分解し GE とソーン EMI は合弁を解消して VHD から撤退。VHD の海外戦略は破綻する結果となった。その後、光学式の先進的なイメージが AV マニアに支持され l d 陣営による CD、 LD コンパチブル再生機のヒットにより、LD ソフトのセル市場が確立。1985年には VHD 陣営だった日本楽器製造が LD 陣営に倶り替えし、LD 陣営は7社に増加するなど LD を採用するメーカーは拡大していった。1987年に松下電気産業は LD 陣営に参入。パイオニア1社で始まった。 LD 陣営は1989年時点で19社となった。その結果、LD のビデオディスク市場でのシェアは、1987年には75%、1988年には87%、1989年には95%を獲得し VHD は破れ去った。世帯普及率が5%程度のビデオディスクは試行商品であり、 価格の優位よりも性能が消費者に重視されたためとわれる。VHD の廃退は採用メーカー数で圧倒しても市場を制覇することはできない例として引用されることがある。これは技術的に優位だったベータマックスが VHS に廃退した例と比較して語られる子もある。IEC 国際電気標準会議で企画が図られていたのは光学式ではなく VHD 方式だった。日本ビクターは LD プレイヤーを発売しなかったが、VHD がビデオディスク市場で縮小してからは、自社ソフト部門も VHD から LD へとシフトが進み、日本ビクター制作の方が、洋画、主に参加のラゴエンタテインメント作品アニメ、カラオケなど、積極的に LD 化していた。また、関連会社の RVC、RCA ビクター、 現、ソニーミュージックエンタテインメントが1985年に、メージャーズ、JVC ケンウッド、ビクターエンタテインメントの子会社と、パックインビデオが1990年、平成2年に LD ソフトを発売開始した。日本ビクター及びビクターエンタテインメントで、LD ソフト発売を手掛ける以前は、ポリドールレコード、現、ユニバーサルミュージックやはじめに企画、映像ソフト部門は、 現在のハピネットと他社レーベルより一部の作品を発売していた。また、日本ビクターが VHD で発売していたシティハンターシリーズなどは最大のライバルであるパイオニアの5会社パイオニア LDC、現 NB ユニバーサルエンターテイメントジャパンより LD を発売していた。機器面でも日本ビクターが製造を発売していたミューズデコーダーには ハイビジョン LD 専用端子を備えていた。片面1時間収録の LD ではフレームサーチは不可能なのに対し、VHD 方式は全てのディスクでタイムサーチ、フレームサーチ、チャプターサーチができる。これは片面1時間収録の LD が CLV なのに対し、VHD 方式はカブで、かつアナログレコードのような溝が存在しない溝なし。 静電容量方式を採用しているため、高速ランダムアクセスが可能となっているためである。このことから、比較的初期の VHD プレイヤーであっても、レーザーディスク以上の操作性の良さを楽しむことが可能である。溝がない VHD はセンサーが横方向への移動が自在で、希望のトラックを早く探せ、アクセスに要する時間は、 レーザーディスクの半分以下という理で、スタート地点からラストまででも5秒以内で再生できた。LD がデジタルメモリを利用するまで、片面1時間の長時間ディスクでは、静止画やトリックプレイができなかったのに対して、VHD 方式はそれらの静止画やコマ送りなど、特殊再生が可能なことも優位点だった。ただし、VHD では1トラックに2フレームを収録していた、関係から、 動きの激しい画面では、静止画がブレる場合もあった。これを解消するには、1トラックに同じフレームを2つ収録して、倍速で再生させるエキストラ編集というものがあったが、前編にエキストラ編集を施すと収録時間は30分になった。1980年代後半に発売された VHD プレイヤーには 3D 立体映像再生機能を有しているものも、 存在する。1986年から日本ビクター、シャープ、松下電気産業の3社から対応プレイヤーの発売が開始さ、高級モデルは標準対応、普及モデルは外付けアダプターで対応した。原理としては左右の映像が交互に収録されたディスクを再生して液晶シャッター式スコープを本体に接続し、メガネをかける容量で視聴すれば、 立体映像を楽しむことが可能だった。3DVHD のディスクは通常のプレイヤーでも通常の映像として再生できる互換性を保った仕様で、そのために収録時間は半分の片面30分となっていた。1986年から1987年にかけて既存の立体映画やアニメやビデオマガジンなどオリジナル作品の対応ソフトが 日本ビクターから22タイトルが発表された。この液晶シャッターメガネ方式による 3D は VHD 以外にも同時期にファミリーコンピュータやセガマーク EE アーケードゲームのゲーム分野でも採用されていて、ちょっとしたブームだった激しいちらつきが目立つこともあり、VHD 方式の躍進にはほとんどつながらず、1988年には消滅した。 2008年よりデジタル 3D 映画や立体テレビ放送技術の躍進により 3D 再生対応のブルーレーデ,ディスクソフトが市販化されている。こちらの 3D 表示が対応する3次元ディスプレイの機能に依存しているとメガネは無線、赤外線通信接続である点が VHD のそれと大きく異なる。真のリージョンフリーメディアを目指していたことから 三つの異なるテレビ方式 NTSC、パル・シーカムの再生が可能となっている。ただし NTSC 方式のテレビでパル・シーカムのソフトを再生すると19%縦長になりパル・シーカムのテレビで NTSC のソフトを再生すると16%縮むことになる。この考え方はビクターが現在発売している DVD 機器にも反映され、 ある方式の DVD ビデオを NTSC 方式に変換して再生する機能を有している。水平解像度240本以上で350本以上の LD に遅れをとっていた VHD だが1980年代後期には水平解像度400本以上の高画質を実現した QX クオリティ X レント VHD 方式と音質を根本から 見直し CD と同一の高音質を実現する VHD デジタルオーディオ方式16ビット 44.1kHz リニア PCM を日本ビクターが開発した。両方式に対応した VHD プレイヤー HDV1 を市場へ投入するも一般家庭向け QXVHD ソフト、VHD デジタルオーディオソフトは日本ビクターを含め どこのメーカーからも供給されなかった。また、規格にある色信号を定域変換する原理、ホームビデオと同様から、色再現性は LD を超えることができなかった。来たるハイビジョン時代を想定し、ミューズ方式によるハイビジョン VHD の開発も、日本ビクターと松下電気産業の手で行われていたが、市場に出ることはなかった。 アナログレコードに代わるデジタルオーディオディスク規格として、日本ビクターが考案したのが AD である。VHD は1978年9月に発表されたが、発表時から単なるビデオディスクではなく、この AD 方式との共用が考えられており、VHD、AD システムとして発表されたものである。日本ビクターは DAD 懇談会に VHD システムを応用した AD、 アドバンストハイデンシティディスクを提案した。DAD 懇談会では提案された3方式の中からソニーとフィリップスの CD がオーディオ用としてとアドがビデオディスクとの共用型として採択された。国内では VHDPC マーク付きプレイヤーに外付けするアド、プロセッサー AD-7000 として1985年に198000円で発売された。 アドの記憶容量は、両面で 2.54GB。デジタルオーディオのスペックは、量子化数が16ビット、サンプリング周波数が 44.1kHz。チャンネル数は、最大4チャンネル。チャンネル数を2チャンネルにした場合は、456-572ドット、1600万色の、高精細デジタル静止画像を両面で片面2500枚、両面で3000枚を収録できた。 静止画1枚の表示には2.4秒を要する。静止画を使用する際には、リニア PCM 音声を使わず、静止画の説明用に、文字データを1枚あたり87キロバイトで、合計260メガバイト分、静止画1枚あたり19.2秒の圧縮音声を16時間で、合計950メガバイトを割り当てることもでき、図鑑などの利用が想定された。 アドソフトは二十タイトル程度日本ビクターから発表されたものの、松下電機産業が工学方式の CD を支持したことで、アドファミリー作りができなかったため、昭和の時代とともに、ほぼ消滅した。VHDPC マーク付きプレイヤー、VHD インターフェースユニット及び MSX、s h a r p x 一など、パーソナルコンピュータとの組み合わせで、VHDPC、 インターアクションを楽しむことが可能だった。VHD 言語というグラフィックとサウンドをサポートしたベーシックの文法に近い言語仕様を策定。グラフィック座標や RGB 値は実数値を使用、機種ごとに可能な表示を行うなど一機種間共通の言語とし考えられていた。対応のインタープリタを用意すれば異なった機種のパソコンでも同一の VHD ディスクを使用して、 ゲーム等のソフトが楽しめるという発想だった。VHD 言語のプログラムはディスクには中間言語の形で音声チャンネル B のトラックにデジタル記録されディスク片面で約1.3メガバイトの容量があった。転送速度は 2880bps。最初に発売されたのはオートバイレースゲーム、ベルーム、ギャンブルゲーム、ザプレイヤーズクラブ、教育ソフト、 アリスの科学実験室、サンダーストーム、ロードブラスター、タイムギャルなど、当時ゲームセンターで流行した LD ゲームも移植されたが、これらのアクションゲームは、実行速度の遅いインタプリタで、AVHD 言語非対応で、VHD の他にカセットテープで発売された各、機種個別のソフトウェアを必要とした。将来的に VHD 言語コンパイラーが、 パソコンに用意されればソースを書いて中間言語に変換し VHD のディスクに記録せずにパソコン上でユーザー開発した VHD 言語によるプログラムが実行できるされていた。しかし VHD 言語がユーザーに提供されることはなく VHD 言語によるソフト開発は事実上不可能で MSX は拡張ベーシック X1 も 機械後のコントロールプログラムを読み込んで VHDPC マーク付きのプレイヤーをコントロールした。センサとディスクが接触しているのが VHD の特色であるが普通にビデオソフトを再生する分にはまず問題ないとされた。しかし VHDPC インターアクションにおいては無視できない問題となり何度もゲームをプレイするうちに摩耗による障害が出るケースが見られた。 レーザーディスクとの競争で敗れて、後は VHD はカラオケ用での生き残りを図ることとなった。そして1990年頃にはエクストラサウンド方式という従来のモノラルカラオケモノラル歌の2チャンネルの音声の他にステレオのカラオケを収録した VHD ソフトと再生するプレイヤーが発売されたが一般には認知されることはなかった。VHD カラオケソフトは ビクターエンタテインメントより販売、生産が長期間にわたり継続され、2003年6月の新譜を最後に VHD の歴史に幕を下ろすこととなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。